映画情報番組シネバカちゃん。です、私はロバート・デ・ニーロ大好きデニーロ玉子と玉ちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、時計仕掛けのオレンジ大好きアレックス・よっちゃんです。よろしくお願いします。ということで、なんか今日そろそろ雨が降りそうなんですけどね、はい、あの梅雨ですのでね、雨で大雨とかもね結構ね、あの線状降水帯ですか、そうですね、あるんで、まあ、気をつけてね、ください。はいはい、ということで、それでは現在公開中のシネバカちゃん注目作品をご紹介したいと思います、はい、まず最初は逃げ切れた夢、どうぞ。はい、刑事教頭の末永です。なん、え、付き合っとう人とかおらんの？どうしたん今日死ぬ？学校辞めるわ、俺。40年近く働いたんよ。ご苦労様ぐらい言えんか？先生、お会計。あ、ごめん。俺病気なんよ。忘れるんよ。どうしようかね、これから。汚い面しとうの。写真なんか問題あるんやったら言え。おう、どうせ言わんのやろ。逃げんでね先生。だけなんか言ってよ。新たな一歩を踏み出すまでのおかしくも切ない物語。こんな人やったっけ。
逃げ切れた夢。はい、逃げ切れた夢でした。これは三石健さんがね10年ぶりに映画単独主演をした、作品なんですけれども、はい、まあ、北九州市黒崎という三石さんの地元のでの、ね、まあ、ロケの、はい、お話なんですけれども、まあ、定時制の教頭先生が、まあ、生徒との関係、卒業生との関係、家族との関係、友達との関係とかね、いろんなこう人間関係の中でなかなかこうなんていうんですかね、ハートフルな話が展開していくという、しかもこれ結構あれですよね、シビアな話でもありますよ ね、 そうですね、家族奥さんとか娘から疎まれてたりとか、はいはいはい、定時制のね卒業生とかもちょっと厳しいなんかね、まあ、現実と、はい、抱えて生きてたりとかしてですね、はい、シビアなこう、まあ、現実感のあるエピソードも豊富なんですけれども、はい、でこれ写真がね、お父さん、実際のお父さんのお父さん役で出演いただいてましてですね、はい、これがすごいですね、ね、ちょっと存在感ありますよね、はい、うん、セリフはないのに、そうそうそう、はい、よっちゃんどうでした？いや私もね、これ多分50代のね、まあ、どちらかというとやっぱり男性、50代60代70代その辺の男性にはなんかやっぱりジーンとくるものがあるんじゃないかなっていうね、多分自分の人生がね、はい、一区切りついたところで、はい、自分の人生を振り返った時に ね、どう感じるかっていうことをなんかいろいろ教えてくれますよ ね、はい、まあ、自分の人生って本当何だったんだろうと、うん、どれだけの価値があったんだろうみたいなことをねちょっと考え、ちょっとですからちょっと切ないというか身につまされるというかね、うん、そんなありますけれども、はい、もうなんかね、いろんな人との関係で自分は生かされてるんだなっていうのがよく分かる、ね、ユーモラスな、ね、感じもあります。これ父親も出てて三石健さんの出身地で全部ロケも撮ってね、うん、したってことで、これもう本当当て書きなんですよね。三石健さんがすごく、この、二宮龍太郎さんっていう、これ役者さんでもあるんですけども、うん、最近監督もされてまして、もう尊敬する三石健さんに当て書きをした、うん、まさにそうです。で父親の出演もですね、ご本人は嫌がってたらしいんですけど、三石健さん自身はですね、と思ったらしいんですけど、もう強い監督が説得をして仕込んじゃったんです、はい、それでもう出て、はい、なんかでも良かったですよね。なんかご本人、父親ご本人は初めて映画出演ですけど、うん、まんざらでもないっていうですね、うん、感じだったみたいですね。本当ね、三石健さんにぴったりのキャラクターでした、はい、そうですね、主役です。彼を通して私がさっき言ったのね、そのある程度普遍的なそういうその辺の年齢の男性が抱えるいろんな心境とかね、問題っていうものをこう描きたかったということなんだと思います。はい、はいはい、こちらは、はい、こちらの方は、現在新宿武蔵野館、渋谷シアターイメージフォーラム、木野シネマ立川高島 SC 館他で上映中です。ぜひご覧ください。続きましてはテノール、人生はハーモニー、どうぞ。Ouais, ouais, j'ai un menu M4 pour Joséphine Olsowski. C'est pour elle, merci. C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici. Pas le train que tu vois.特技ラップ、その日暮らしのフリーターアントワーヌ。 Est-ce que vous pourriez me communiquer les coordonnées de la personne qui a effectué cette livraison? オペラ座に勤める一流オペラ教師マリー。ある日、 Bonjour. Ça vous dirait un petit exercice de chant? オペラが二人を引き合わせた。 Non, je ne crois pas, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes avachi. On ne peut pas chanter avachi. Eh bien, comme ça, ça vous apprend à contrôler votre souffle.Alors, vous vous rendez compte de la différence? Là, c'est ouf. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est ouf. Un rappeur, c'est une plaisanterie. Prenez comme ça. Écoutez-moi bien. Il est hors de question que cette énergie humaine. Et comme vous savez tous, le frérot ici présent va défendre notre quartier avec son flow. Mais vous avez tout oublié, Antoine. Mais en fait, il prend des cours d'opéra. Notre voix qui m'a fait revivre mes premières émotions d'opéra. Et toi?Tu sais pourquoi t'es là? J'espère qu'elle a fait le bon choix. Saisissez-la. 決して出会うはずのなかった2人。Croyez-moi, Antoine. Vous êtes vraiment à votre place. そして今、新たなステージが始まる。
テノール、人生はハーモニー。はい、テノール、人生はハーモニーでした。これはね、オペラ座の、ガルニエ Q をね舞台にした、はい、本当にオペラの名曲をたっぷりと聴かれ、まあ、たっぷりとかね聴ける、はい、やつですね、作品で、私ねこれ見て思ったのは、はい、昨年の1月に公開になって、シネバカちゃん、シネバカでも大変評判だったコーダ愛の歌っていうのがあります、ね、 はい、あれとフォーマットがねちょっと似てるなと思ったんですよ。あ、なるほどね、環境、はい、許されない環境なんだけど、はい、自分はそのシンガーを目指すとか、うん、彼の場合はオペラの歌手を目指すっていうことなんですけど、まあ、なかなかその周りの環境が許してくれなくてって、はい、でもクライマックスのオーディションシーンでもうグッとくるっていう ね、 そうですね、非常に似てる。あ、この方もね本当のオペラの有名な方ですよね、はい、でそういうのがなんかすごいオペラという今度ジャンルで楽しませてくれた、うん、くれる作品じゃないかなと私も思いました、はい、よっちゃんどうでしたか。私もねこれオペラを撮るとですね、まあ、よくあるっていうとあれですけど、まあ、いわゆる青春音楽映画みたいな感じじゃないですか、まあ、ラッパーですよね、ラッパーが街、うん、で結構街の、まあ、お兄さんがいろいろなんていうんですかね、ストリートファイティングファイターでこう違法なことをやっててね、稼いでたりとか、ちょっと非常にちょっとその日暮らし的な若者の青春映画になんかオペラがミックスされたっていうね、ちょっとなかなかない取り合わせが非常に新鮮だったなと思いますね。で先ほどちょっと言ったね、実際 のオペラ歌手ロベルト・アレアナさんという ね、有名な、もうフランスでも有名な彼の歌も聴けます。はい、はい、そうですね、ご本人役で出演してますし、でこれ主役の、ね、MB40 っていうね、これフランスの、なんか歌番組で、まあ、オーディションみたいな歌番組で準優勝かなんかねした、まあ、元々はビートボクサーっていうか、それ口口口選手言いたかったんでしょ。そうそう、口で言うですね、口でビートする、それで有名になった方で、だからもちろんオペラ初体験、これ実際歌ってるんですよね。すごいね、すごい声ですよね。ラッパーもでもね、はい、やってるし、そうですよ、オペラやりながら、はい、テノール歌手ですもん、なんかちゃんとやってるし、ね、すごいなと思いましたね、はい、でこれ実際にパリのオペラ座なんか数年かけてね、うん、こう説得をして、なかなか撮影なかなか見れないところまで ね、 でね撮ってますんで、はい、これ貴重な作品です、はい、本当にそこもね、はい、楽しみの一つになってます。こちらは、はい、こちらの方は、現在新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ渋谷、ヒューマントラストシネマ有楽町、木野シネマ立川高島へ C 館他で上映中です。こちらもご覧ください。続きましてはエリック・クラプトン、アクロス24ナイツ、どうぞ。Loving all your kiss, I miss kissing. Do I look all right? And I'll say yes. You look wonderful tonight. エリック・クラプトン、アクロス24ナイツでした。私昨日ヒューマントラストシルビアで、はい、オデッサで見ました、はい、ね、いい音のね、スクリーン、はい、オデッサっていうスクリーンがあるんですけども、いやーかっこいいね、なんかずるいぐらいかっこいい、ギターうまいし歌もいいしね、はい、これね男女ともに青函帯を
擦ってくるずるい声とギターテクニックですよね、はい、もうねたまらんわ。もうこの子40代ですかね、ちょうど30年ちょっと前ですけど、でこれ1991年から90年から91年の、はい、ロイヤルアルバートホールでやってた20、はい、24回の公演の、はい、24ナイツっていうのが、うん、まあ、91年のあれですかね、あのツアータイトルで、で、あのクラシックをバックにも歌ってます、はい、やってます、プレイしてますし、それからあの、ね、いろんなゲストのとのユニットでもやってますし、はいすね、はい、ブルースもありますしね、はい、あとホーンセクションね、そうしたちょっとあの大人数編成のねものとか、いや素晴らしかった、はい、ね、私もあの実はあの個人的にエリック・クラプトンってもう大好きな、まあ、うん、自分でもちょっとギターをやってるんでね、ギタリストの神様、うん、と言われてる人ですけども、あのほとんどね多分来日、あの先日確かあの、武道館で100回公演とかってね、あのもう世界記録というか日本記録を持ってる方なんですけども、もうみんなファン来ますよね。そうですね、クラプトンホイホイみたいな感じで、ね、私もね毎回ね、もう本当に欠かさず行ってまして、実はちょっとあの一番最近のはちょっと値段も高くて行ってないんですけども、あのほとんどね来日行ってましたね。この頃ね来日したのもあのバディガイとかその辺がとともに来日した時も行ってますけども、うん、あの本当にね、バックメンバーもいいよね本当に、ね、はい、1回ごとにねいろんな来日するたびに違う、編成でねやってくれたんで、いろんな人と、ね、これ91年ってあれでしょ、はい、あのこのコンサート終わった後に、はい、あの息子のね、そうですそうです、ね、あれの直前ですね、不良のあの事故で亡くなして、はい、で、あの名作のね、ティアーズインヘブンがね、出て、はい、使われるという、はい、その前ですよね、うん、本当にライブ活動非常にあの油に乗ってね、やってる頃ですよね、まあ、あの薬物を脱却して、ね、脱却して、はい、アルコール依存症も脱却しての、はい、一番こうね、あの本当に油が乗ったっていうか、一番こう、はい、ピーク、ピークでもないか、はい、まあ、未だにピークのような気もするけど ね、まあ、ね、はい、ね、とにかくあのクラプトンの、名曲を、はい、あの聞きますので、はい、ぜひ行ってください。いろんなスタイルで、ね、聞くので、はい、本当にぜひご堪能いただいて、ぜひあの映画館のね、あのいい音、いいスクリーンでぜひ見てください。はい、こちらは、はい、こちらの方は現在ヒューマントラストシネマ渋谷、アップリンク吉祥寺、その他ユナイテッドシネマ、109シネマズムービックス等でも公開されてます。それからですね、明日、16日からはあと角川シネマ有楽町、こちらもね、うん、あの音響角川シネマ有楽町、こちらもね音響のいい、うん、あの劇場ですから、こちらでも公開が始まりますので、ぜひとも劇場でご体感ください。はい、あの今までね、ま、はい、我々はあの好きなアーティストのライブ版レコードが出るのを楽しみにしてて、はいはい、あのその次はあの CD とかね、はい、あのビデオとか、はい、ね、あの DVD とかあったんですけど、はい、今 ね、 ね映画館で見れる時代になりました。そうですね、好きなアーティストの、はい、これからどんどんね来るようですから、はい、はいはいはい、ということでした、はいはい、では今週の特集です、ロシアのウクライナ侵攻からもう1年半近くね、はい、経過してますけど、ヶ月ですか、ね、まだこの戦争が、はい、なんか終結がね見えない状況になってます、で、あの遠い国の出来事のような気もしますけど、そのロシアとが、まあ、世界からいろいろ制裁を受ける中で、はい、エネルギーのね逼迫があったり、はい、そのいろんな物価の高騰があったりしてですね、はい、我々もね一言じゃないあのこれは紛争だと 思、はい、思います。で、そんな中ですね、あの2014年7月17日にウクライナのドネツク州で実際に起きたマレーシア航空機墜落、撃墜事件、はい、これを題材にして、その落下地の村で懸命に生きる身重の女性のを描いたドラマ世界が消される時が、はい、明日、はい、明後日か、6月15日から公開となります。そうですね、はい、ね、このこうな膠着状態になってますけども、今でこれね、このミサイル事件なんですけど、まあ、新ロシア派がミサイルで撃墜、あの軍用機と間違えて撃墜したんじゃないかと言ってるんですけども、はい、まあ、ソ連側はこれ否定してます、はい、もちろん、ね、だから真実がね、うやむやロシアですね、あのロシアが、はい、で、はい、このウクライナ あの、まあ、侵攻のね関心を高めて、はい、あの平和、まあ、今度戦争を止め、この戦争をね、はい、みんなで止めたいという、 そのね、思いをあの共有したくて、そう思ってこれをね、はい、4月起きてきたらなんとかぶってしまったという、まあ、考えてくれる人だから、で、まあ、特集として今日はクローズアップさせていきます、はい、平和を考えましょう、はい、それではまず世界が消される時の予告動画をご覧ください、はい、どうぞ。Это реально не храня, это война.
önce otur kız. Давай, давай, скорее. Куда поехал, Толя? На ту сторону, там, где нема ли. Я зараз твоему сані, блядь, піду, блядь, хер оттіло, оттілю буде мені, оттілений, блядь. Сань, твоя работа. А то он у тебя не по уставу одет. Толик, ты что, вина? Тебе, блядь, говорю, попустись. Вы сегодня никуда не поедете. Стоя. Она не закончится, пока ты не убьешь всех своих врагов. Он убьет, так сам я забрал это мясо. Где ты тут нахер будешь народжувать? Я знаю, что придумала. Когда это все закончится, поставим вікно на всю дірку. はい、世界が引き裂かれる時でした。これあの、まあ、墜落しの村ので、出産間近の妻イルカとその夫トリクは、まあ、ロシアと この国境付近にね、はい、あります小さな村で暮らしていましたが、ある日の明け方、家がね襲撃に巻き込まれて、はい、壁に大きな穴が開きまして、はい、で彼らの平穏な日常はね一変していきます。でこのまあ、ロシアとの国境近くの村ですから、親ロシア派とですね、まあ、反ロシア派っていうのが、まあまあ、いましてですね、この対立もねだんだん深まっていく、はい、でどんどんあのウクライナ侵攻へとつながっていくというね、だからそういうあの流れの中での、まあ、お話なの で、ね、これはぜひね見てほしいですね、はい、どうですか小宮ちゃん。そうですね、監督とか。そうですね、あの最近ね、今年もありましたよね、ドキュメンタリーがね、マリウポリ、まあ、ちょっとその話は後で、はい、それもありましたけど、うん、これも、はい、その話は後でしましょう、はい、あそれは後で、はい、あ この映画ってことですか。特殊監督プロフィールとか教えてください。あ、はいはい、なるほど、こちらですね、はい、読んでねえなお前、そんなことないですよ、ま、こちらですね、これもともとクロンダイクっていうね原タイトルで、去年の東京国際映画祭でもね上映された映画なんですけども、これ実際ですね、まあ、ウクライナが侵攻始まる前にですね、いろんな映画祭に、出品されまして、なんと41の映画祭で41冠を、ね、獲得して映画祭で賞を取ってるっていうね、非常にそういう戦争ドラマなんですけども、まあ、監督はですねマリナ・エル・ゴルバチっていうですね女性監督で、長編の5作目になるということで、まあ、日本公開はこれが初めての公開になるんですけども、本当ウクライナ出身の、ね、女性監督が、撮った本当に今を、ね、予見させるような映画になってると思いますね。はい、はい、ということで、まずはじゃあウクライナに対してね、ちょっとウクライナに関する基本知識をここでちょっと、はい、おさらいしましょう、はい、こちらです。ちょっと、まあ、ウクライナってあの東ヨーロッパに位置する共和国制の国家で、はい、場所がですね、そうですね、このウクライナっていうところにありますね、はい、わかるかな、あ、ここですね、はい、で、まあ、国境がですねロシア、ベラルーシ、ポーランド、スロバキア、はい、ハンガリー、ルーマニア、はい、モルドバという国に、ね、接しましてですね、囲まれてますよね、国会の対岸にはトルコがあります、はい、で、まあ、ヨーロッパって昔別にこの最近だけじゃなくてですね、もう過去昔から陸続きになってますんで、各国が、はい、いろんな侵略なり紛争なり、まあ、紛争ですね、大変ですよね、民族紛争なりね、はい、そういうのが絶え間なく起きてた地域で、これ要はですよね、車両全部にそのいろんなぎゅうぎゅう詰めになって乗ってて、ね、中には大国のような巨漢のやつもいれば、小さな国でちょっと小さくしてるという国もあってですね、その中でいろいろ揉め事ってやっぱどうしても起きちゃうわけですよね、はい、まあ、そんなこう背景の中で、まあ、ありましたですね。じゃあ次ちょっとこれお願いします。
で昔から、まあ、そういうウクライナとロシアっていうのもいろんな因縁があるんですけれども、はい、それを追っていくとねちょっと時間がないので、はい、ウクライナがソビエト連邦から独立後の、両国の関係を見ていきますとですね、必ずしもずっとね独立してロシアはよく思ってませんし、はい、でまあ、ウクライナはウクライナ内でやっと獲得した独立を、まあ、謳歌してた、はい、まあ、そんな中で、まあ、いろんな緊張状態ずっと続いてたわけですよね。で、まあ、2014年7月にこの、マレーシア航空機の撃墜事件が発生しまして、その後のプーチンがですねクリミア半島での軍事作戦を しまして、クリミアを併合してしまったと。で、まあ、その ロシアウクライナ危機で、ロシアのウクライナ侵攻が始まりまして、ウクライナは NATO への加盟をですねの動きをしまして、さらにロシアが猛反発をして、まあ、その、ね、関係がもう悪化する一方で、はい、なっていてという状況です。あとはね皆さんニュースでご存知かと思います。ね、そんな中ですね、あの明日、杉村さん、あさって6月19日より土曜日より、はい、先んじてあのシアターイメージフォーラム、渋谷にありますシアターイメージフォーラムでですね公開になりますけれども、はい、それでイメージフォーラムの山下光陽さんにこの世界が記載された作品についてお話を伺ってきました。こちらのインタビュー動画をご覧ください。どうぞ。6月17日土曜日から全国公開、当館はじめ全国公開される予定の、世界が引き裂かれる時、2014年の、ウクライナ東部ドネツク州を舞台にした映画で、皆さんも知っていると思いますけど、このロシアによるウクライナ侵攻、の、まあ、前夜というんですかね、それを描いた作品、マレーシア航空機撃墜事件というのがあって、その、まあ、本当に撃墜されたその 地域っていうんですかね、そのあの飛行機落ちた近くの、まあ、村で起きた物語としてこの映画がこう描かれていると、そういったこう状況というんですかね、非常にこう痛切に描いているという作品で、まあ、作品としてもすごくこう力のある作品だということでこう上映したいというふうに考えたという作品ですね。非常にこう複雑なその歴史的な背景とか、まあ、ある種ニュースとかには出てこない、あるいはニュースでは伝えきれないようなその人々の心情的なこととか、その、まあ、親ロシア、親ウクライナっていうんですかねの人たちがこうどう、その同じ地域の中でこう関わり合ってるかとか、そういったことも含めて、まあ、映画っていうのはですね、まあ、そういうニュースとかと違う意味でこう伝える力があると思うんですね。これはあの妊婦が主人公なんですけども、そういったあの、妊婦からの視点、まあ、あるいは妊婦の家族からの視点という形で、こう描いている、説明的に説明するんではなくて、あくまで個人の人生、そこに生きる個人の人としての視点としてこう胸に響く形でこう描かれているというところが評価されたんではないかなというふうに思います。あのセルゲイ・ロズニツァっていう監督がいるんですけど、その監督の作品はですね、ここ何本かやってまして、で彼は非常にこうウクライナの中でも非常にユニークな監督ではあるんですけれども、まあ、このウクライナ侵攻っていうのが去年の2月あったわけですが、それ以前から彼の作品というのはあの上映していて、まあ、なかなか日本で紹介される機会のなかった監督ですが、その中で、まあ、これは ある種そのウクライナ侵攻と直接関係していた部分としては、ドンバスという映画を彼が撮っていて、その、まあ、ドンバス地域で起きていることのこう群像劇的に撮った劇映画なんですけども、これは彼の、まあ、ロズニツァはドキュメンタリーも劇映画も撮るんですけど、劇映画としての、まあ、ある種代表作の一本ではあるので、まあ、これは公開すべきだろうということで上映したっていうのがあります、ね。去年6月に、リフレクションとアトランティスっていう作品ですね、同じ監督の作品、この2作を、これは急遽公開して、まあ、有志というかですね、上映活動、上映運動っていうのが起きまして、自主的に、まあ、進行の直後ぐらいにですね上映されたっていうのがあって、その、まあ、流れでこう劇場公開がを、まあ、しようと、でそれが去年6月ですね。あと、まあ、マウリポリ、っていう、作品、これも3月今年、上映しましたけど、
去年のカンヌ国際映画祭で上映されて、まあドキュメンタリー、割とこう定点観測的なドキュメンタリーなんですが、監督がその撮影中に亡くなられちゃったっていうこともあって、その残された人たちがそのフッテージを、残されたフッテージを元に作ったドキュメンタリーで、これもまあ、上映されて、そういうまあそれで急遽まあ上映しようというふうになったっていう作品ですかね。我々のそのイメージフォーラムでやってきた活動というのは、やっぱ個人映像作家の作品を上映するという活動なので、まあ、個人の目を通して、まあ、世界なり、まあ、を見るというような、作品を紹介してきているので、やはりこの、まあ、紛争とか、まあ、あるいは個人的な日々の生活でもいいんですけど、そういったものをまあ違う人の視線で見ることで、まあ、こう新たな世界を知ることができるというじゃないかというような発想で映画を上映しているということがあるので、まあ、ウクライナの、まあ、作品というのも、まあ、同じような、意味合いでこう上映を、まあ、するというふうになっているとは思います。確かに、はい、世界が引き裂かれる時、6月17日より、シアターイメージフォーラムはじめ全国公開予定です。危険なあるいは、まあ、悲しいことをで描いてるんですけれども、まあ、少しちょっとした希望もあるというような作品になってます。非常にこうそういう意味ではエネルギッシュな力強い作品になってると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。20日火曜日の5時半から、この監督のですね、マリナ・エル・ゴルバチさんを迎えて、Zoom の、質疑応答を行おうと思ってます、シアターイメージフォーラムの3階でこの今これ撮影している場所なんですけども行おうと思ってますので、映画の版権があれば、入れると、まあ、一応先着順にはなってしまうんですが、行う予定ですので、そちらもぜひご興味ある方は参加いただければと思います。はい、シアターイメージフォーラムの山下幸洋さんのにお話を伺いました。まあ、お話の中ではありましたけど、シアターイメージフォーラムさんで割とウクライナの、ね、題材にした作品って多いんですけれども、別にそのウクライナを意識してこうかけてるというよりは、まあ、世界で何が起きてるかっていうのを伝えたいという中で、まあ、イメージフォーラムさんの姿勢、まあそのね、方針の中で、まあ、選ばれていったっていうことで、まあ、たまたまそれがウクライナの作品が続いたっていうお話でした。まあね、さっきよっちゃんが言いかけましたけど、はい、マリウポリ、はい、あれなんかもそうですね、まあ、新しい作品の中で実際にね、ウクライナ戦争で亡くなっちゃってるんですよね、監督、それの、うん、その残った人たちが、プロデューサーと残った人たちが、ウクライナ戦争って言っちゃっていいのかね、はい、ウクライナ侵攻、ね、まあ、侵攻っていう、なんか私のイメージではロシアが一方的にロシアを攻めてるような気がする、はいはい、だってウクライナは別にロシアには行ってないですよね。まあ、そうなんですよね。進撃はしてないわけだから、うん、戦争というより、まあ、紛争、まあ、うん、進ね、まあ、だから、ね、うん、どうしたらね終わるんだろうね。ね、他も見てるんでしょ、アトランティスとか。そうです、先ほど名前で出たのはですね、全部私もシアターイメージフォーラムさん、ずっと会員になってですね、本当によく通ってますので、うん、ほとんど欠かさず多分見てると思いますね、うん、これまでのも。先ほどね、タムちゃんも言われたように、まあ、今ちょっとウクライナが多くなってますけど、もともと映画の役割としてやはりこれをちゃんと一般にね、しっかり知ってもらいたいって、世界で起きてる、ね、ロシアの映画も多いよね、そうです、多いですよ、うん、はい、そういう姿勢でねやってるっていう、非常にこうそういう意味で非常に主張のはっきりしたね、うん、シアターなんで、私も非常に好きで、そこで勉強させていただいてるんですけども、先ほど話のあったですね、ドンパスの方もね見てまして、これもね非常になかなか、うん、普段セルゲイ・ロズニツァっていう方はドキュメンタリーがね非常によく、それもよくイメージフォーラムでは上映してるんですけど、うん、これは完全なですねドキュメンタリーがなくて、フィクションなんですけども、非常にねこれも戦争っていうのがどういうものなのかっていうのを本当に普通の一般の人たちに何が起こるのかっていうところをねきっちりこう抑えたような作品になってますし、あと先ほどアトラン
アトランティスとリフレッション、昨年の6月ですけども、これ2本上映同時にされてですね、これは非常にユニークで、アトランティスというのは、戦争の始まる前を描いて、と戦争中を描いてまして、リフレクションというのはその戦後を描いてるんですね。で、戦後ってこれ未来のことなんですけども、当然これ作った時にはウクライナ戦争はまだ起きてない、紛争起きてない時なんですけども、進行ね、はい、ウクライナ侵攻起きてない時なんですけども、なんか本当未来を予見するような、ね、映画になってまして、非常にこれもね、ぜひ機会があったら、アトランティスとリフレクションですね、バシャノビッチ監督っていうね、監督なんですけども、ぜひこれも見ていただきたいなと思います ね、はい、なんか止める術はないんですかね。でも本当に ね、戦争っていうか争いっていうのはね、西側が積極的に介入しちゃうと世界戦争になっちゃうしね、はいはい、そうですね、余計にね長引かせてますよ ね、はい、ロシアの中でね、やっぱり反ロシア反戦っていう機運が高まってくれば ね、それが本当に一番期待したところですよ ね、 いいのかもしれないですね、はい、はい、ということで、今週の特集は、あさって6月17日公開の、はい、しかも、先んじたのシアターイメージフォーラムで公開されます、世界が消される時を特集いたしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。山下さん、本当、ご協力ありがとうございました、はい、ありがとうございました、いつもありがとうございます。ではここでよっちゃんから特集です、はい、はい、こちらですね、これ毎月恒例となりましたけども、活動写真弁士佐々木明子さんが高円寺バッカス、活弁サロンという、映画基礎教養講座っていうね名前で毎月やってますイベントなんですけども、こちらの6月の、はですね、今回日本映画の父と称される牧野省三氏が、設立しました牧野プロ制作の、浪人街と宗泉寺ですね、こちらの宗泉寺馬場、この2作品、具体的に言うと一部二部老人街は分かれてますので、3作品になるんですけど、こちらの上映になります。で、この、浪人街はですね、公開当時大変大ヒットした人気作なんですけども、残念ながら3部作の大半がですね、火災によってフィルムが消失してしまいまして、残っている貴重な映像の一部を今回上映するということです。このシリーズはですね、牧野省三さんの息子さんで、当時まだ21歳という、若干21歳の牧野正弘さんがですね監督した作品で、なんとこれはですね、この第1部1話はですね、キネマ旬報の第1位を獲得しているという名作になっています。で、こちら と、第2話のですね、楽屋風呂、この2作を、佐々木明子さんが弁士を務めまして、もう一つのですね、宗泉寺馬場の方は広井晩さんというね、こちらも活弁士の方ですけども、お二人の活弁を、聞き比べられるっていうのもね、今回の一つ楽しみになってます。で、音楽はもう同じいつものね、はい、楽師の、永田雅代さんの生のね、演奏で、これも素晴らしいです。それから今回もですね、各回それぞれ元キネマ旬報編集長、映画評論家の白井義雄さんの、ね、映像解説付きで、16日金曜日の夜の回には白井義雄さんと佐々木明子さんの生アフタートークも、ね、お楽しみいただけます。お元気ですね。そうですね、91歳かな、はい、日程はですね、6月16日と17日の、昼と夜の分の計4回ですね。で、席数に限りがありますので、必ず高円寺シアターバッカスのオフィシャルサイトから予約をしてですね、ご鑑賞いただきたいと思います。これまでね、活弁、見たことないという方はぜひこの機会にね、一回体験されるとね、活弁の体験というのもそうですし、このやっぱり白井先生のね、お話がすごいやっぱりためになります。私もね、毎回ほぼ行かせていただいてますけども、思う内容をね、このね、本当日本の映画の始まり、日本映画の始まりの頃のね話、私も詳しくないもんですから、今回もしっかりね勉強したいな、その、あれもあって、この、基礎教養講座っていうね名前がついてるんですけども、はい、高円寺バッカス活弁サロン、ぜひ皆さんもお出かけください。活弁、はい、1回、はい、まずは1回ぜひ本当体験してください、はい、ということで、それでは、明日6月16日以降公開のシネバカちゃん、注目の新作をご紹介いたします、はい、まずは探偵マーロウ、どうぞ。 I'm a private detective. The name is Philip Marlowe. I'd like you to find my lover.
リウッド映画業界で失踪した一人の男。What does my daughter want? I only discuss business with my employer, so. Why are you looking for this guy? A lady wanted to find him. He was killed.Lie to me, Mrs. Cavendish. I saw him the other day. Then I'll pay you $1,000 if you find him for me. Homicide. I'd sell tickets to the gates of hell. When your game is up. How little you know, Mr. Marlowe. 誰の言うことが本当なのか。They're all in on the conspiracy. 探偵マーロウ。はい、探偵マーローでした。これあのニア・ブニーソンのね出演100作品ということで、はい、でなおかつこれあの誰もが知ってるね、はい、ハードボイルド小説シリーズの、まあ、フィリップ・マーロー、はい、まあ、レイモンド・チャンドラーのね、はい、が生んだ、ヒーローですけれども、はい、これを演じてます。今までもね、ま、フィリップ・マーロー演じたのはあのなんハンフリー・ボガードからね、はい、あのロバート・ミッチャムとかも、ね、たくさんの方が演じてまして、はい、それぞれねあの映画ファンの方には自分のマーロー像っていうのがあると思うんですよ、はい、私なんかはあの18歳の時に見たあの、ま、マーローの、エリオット・グールドのねーマーローが一番 あれが刷り込まれてまして、で今回ね見て思ったのは新しいマーロー像をリアム・ニーソンが作ってるんじゃないかなで思ったんですけど、できればもうちょっと若い時にやってほしかった。ちょっとね、71歳ですから ねこの間70さすがに ねこう老齢は隠しきれずという、ね、いやでもそうねお元気で、ね、まだまだでこれあの1930年代、40年代のロサンゼルスがあの、まあ、舞台になってるんですけど、まあ、ある種大概して犯罪も 多いところで、まあ、あのいろんな、まあ、その事件、まあ、事件って言いますかね、はい、依頼が来てそれを追ううちに、まあ、巻き込まれていくという話なんです、はい、これはねあの最近のアクション映画と違ってちょっとね緩いというかね、うん、スピードがちょっと割とまあ落ち着いた感じで、あ、これはやっぱなんか当時のなんかね流れとか当時の匂いとか、ね、当時のね、その時代交渉っていうのはね、はい、ちゃんとこう埋め込まれてるなっていう感じがしました。あ、私はこれ試写で見たんです。映像のねこう、うん、色合いもねこうちょっとセピアがかかってて、あの時代をね感じさせます。でこれはあのあなんと監督あれですね、あのニール・ジョーダンなんですね。びっくりしました。こういうのも撮るんだと思って、ね、そうですよね。はい、あの12ヶ月の、ね、シネマリレーでもやりましたクライングゲームっていうのが有名ですけど、うん、ニール・ジョーダンもあの実は、リアム・ニーソンもあれですよね、あのウクライナじゃないアイルランドアイルランド出身なんですよね。であの以前あのマイケル・コリンズでねあのタッグを組んでますけども、うん、今回も、まあ、久々じゃないでしょうかね。これマイケル・コリンズはね、はい、あのこの、リアム・ニーソンが、はい、まあ、あのシンデレラのリスト見て、はい、それを見て、はい、リアム・ニーソン好きになったタイプですから。あ、なるほど。でその後 ねいろんな強いお父ちゃんとかそうですね、孤高のヒーローを演じてきましたけど、はい、これもぜひ皆さん見てください。そうですね、こちらは、はいはい、こちらの方は、明日16日から、東方シネマズシャンテ、東方シネマズ錦糸町アップリンク吉祥寺、キノシネマ立川高島 SE 館その他イオンシネマ等でもですねご覧になります。ぜひご覧ください。私も行きます、はい、続きましてはカードカウンターどうぞ。There is a weight a man can accrue. This is where all the good stuff happens. The weight created by his past actions. It is a weight which can never be removed. All in. Having been sentenced to 10 years in prison, I learned to count cards. How'd you do that?Poker's all about waiting. Then something happens. You remember him? This is where all the good stuff happens. They made you the fall guy. You need to back off. He's a mystery. And I don't know if that's a good thing or a bad thing.
This is how it starts. Just a fleeting thought. You might want a piece of what I'm gonna do. Then it builds. And what is that? Set things straight. It doesn't matter to me if you did something bad in your past. Nothing. Nothing can justify what we did. We are each responsible for our own actions. You know the phrase tilt? Just like in pinball. Any man can tilt. You can tilt. Is it possible to know when one reaches the limit? はい、カードカウンターでした。ね、今劇場でこのこういうカード状の、チラシも配ってます。で、これカード、タクシードライバーっていうね、ロバート・デ・ニーロの名作がありますけど、それの監督がマーティン・スコーセッシで、脚本が今回このカードカウンターの監督脚本を務めましたポール・シュレイダー、ね、で、まあ、今回のマーティン・スコーセッシはね、制作組織に回ってるんですけれども、まあ、あの2人のタッグがまた、ね、コンビ、はい、やっぱりこれベースはね、やっぱね、まあ、兵士が、まあ、収容所でトラウマになって、その、投獄された期間に、まあ、カード、まあ、暇ですからね、はい、カードさばきを覚えて、このカードカウンティングっていうのがありましてですね、まあ、こうカードゲームの中で出ているカードで残りのカードをね、ちゃんと記憶して覚えて、ゲームに勝つという、そういうやり方なんですけれども、まあ、これの出所後、生きてきたこの主役が、まあ、その収容されてた時に起きた事件を、まあ、辿っていって復讐劇になるのか、なんかちょっとよくわからないんですけれども、なんか ねスリラーってありますかね、スリラーちょっとミステリースリラーみたいな、ね、予告編見るとスリラーって感じがないんですけど、スリラー用意してるってね、ありますから、どういう ね話になっていくのがちょっと ねこの主演のね、オスカー・アイザックも、まあ、新しいこの間終わりました、スターウォーズの、ね、シリーズなんかで、ね、フォースの覚醒で出てました、非常にね、ちょっと影のある ねそうです、ちょっとね、そうそう、影と味のあるね、いい役者さんですよね、はい、まあ、主演はそんな多くないかなと思いますね、主演っていうことではないんですけど、はい、でもね、彼のこう、なんかね、こう、なんていうんですか、影のある、はい、こうね、キャラクターが、これもね、楽しみですよね、はい、はい、こちらは、はい、こちらの方は、明日16日からシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷、その他イオンシネマ、ムービックス等でも、上映されます、ぜひご覧ください。はい、6月15日のシネバカちゃん生配信、そろそろお別れの時間です。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございました。今日のオープニングは日本公開2016年6月18日アイスランド・デンマークの合作映画好きにならずにいられないから、ドリー・バートンとケニー・ロジャースの同曲アイランド・イン・ザ・ストリーム、渋いとこ来ましたね、お送りしました。でこの曲はもともとまあビージーズの曲なんですよ。そうなんですよね、名曲で、隠れた名曲ね。でこのタイトルが、はい、ヘミングウェイの同名の、はい、長編小説にインスパイアされて、はい、まあ、ギブ三兄弟が作ったと、はい、まあ、テロップでも書きましたけど、はい、はい、で、お別れ、まあ、これドリー・パートンとケニー・ロジャースが歌ったのは、はい、ちょっとね、カントリー調なんですけども ね、まあ、本当はもともとはまあ、R&B超の、まあ、これもだからオリジナルのですね、ビージーズの曲で聞き、はい、お聴きいただきながらお別れしたいと思います。はい、ではまた来週、シネマカちゃんよろしくお願いいたします。さよなら。